はい、マッソ TV です。今日は簡単スイーツレシピご紹介していきたいと思います。今日作るのは材料4つ絶品濃厚ヨーグルトムース。今日作るのはヨーグルトムース。この前たまたまね、母が新潟からこっちに出てきた時に作ってくれました。マジでうまい。しかも今までで1位2位を争うほどの簡単さ、絶品です。材料はこちら。では調理していきたいと思います。材料はたったこれだけです。はい、まずこのマシュマロ 70g と生クリーム 100g 入れていきます。これ生クリームじゃなくて牛乳でもできるみたいです。で、これをレンジで2、3分温めて溶かしていきたいと思います。を入れてスタート。今これ溶かしてるんですけど、マシュマロがめちゃめちゃ膨らんできてます。すげえ。そしていい香り。はい、さっきのマシュマロこんな感じになりました。溶けてクリームと合うとこういう感じ。すごいね、甘いいい香りがします。で、これにまずヨーグルト 100g と香り付けでレモン汁を入れましょう。はい、で、これでまた混ぜていきます。はい、ということでこんな感じになりました。すごいいい香りです。ではこれを容器に入れていきたいと思います。ワイングラスなんかね、使うと綺麗にできるかもです。やべ。はい、ということでこんな感じになりました。で、これを冷蔵庫に入れて冷やしていきたいと思います。残念ながらうちの冷蔵庫入んないんで、常温でも冷やせば固まるんで、ちょっと冷やしていきたいと思います。はい、冷やすこと数時間、完成いたしました。完成。冷やすというか置いといて数時間経った状態がこれですね。で、いちごは家にあったのを上にトッピングしました。トッピングは自由にフルーツなどを乗せればいいと思います。ということで、できたこれ食べていきたいと思います。いただきます。マジうまい。なんかまるでなんかムースのチーズケーキを食べてるような、そんな味です。クリームのすごい濃厚な感じと、マシュマロのすごいほのかな甘さ、甘すぎないすごいふわっとするような甘さと、ヨーグルトの酸味、強すぎないんですけど酸味が、どれも目立ちすぎないぐらいにちょうどうまくまとまったような、そんな味です。本当にうまい。僕の場合たまたまイチゴ乗せてたんですけど、このイチゴ乗せてもすごいどっちも邪魔しないぐらいの美味しさ、味の強さになってるんで、すっごいちょうどよく合ってます。すっごい美味しいです。いや、あんだけの材料でこんな簡単にうまいもんできてる、やばいと思います。チョコだけじゃなくて、これだったら本当に一瞬で作れるんで、バレンタインに最適だと思うんで、ぜひ作ってみてください。トゥレスマスソースポイント93点です。いやー、めちゃめちゃ簡単に作れた割にはすげー美味しいっす、ね、皆さんも材料ちょっと買えばこれすぐできちゃうんで、ぜひ作ってみてください。以上、マッソ TV でした。バイバイ。